札幌ジャンクション、インターチェンジの概要札幌ジャンクションは、札幌市白石区兵里にある、道路自動車道と札孫自動車道のジャンクションである。一般道から見た、札幌ジャンクション、道路自動車道と札孫自動車道を結んでいるほか、旭川方面向きのである、札幌 IC と、近一区間の料金を支払うための、札幌本線料金所が併設されている。 旭川方面から走行してきた場合、東 JCT を経由して、道路自動車道や札尊自動車道に向かう車両は、本線料金所で、札幌 IC までの料金と均一区間の料金をまとめて支払う。道路自動車道や札尊自動車道から走行してきた場合は、すでに均一区間料金を支払っているので、札幌 IC から流入してくる車と同じ料金所を利用して、 通行券授受,受、または ETC 注入情報入力を行う。同自動車道は開通当初は当 JCT を起点として、両方面それぞれに IC 番号が振られていたが、2018年12月に大沼公園 IC の6から私別券部地 IC の48までの連続した番号に変更された。 同自動車道のキロポストはここでリセットされ、苫小牧方面は頭に S、旭川方面は頭に N がつく形になっている。ありがとうございます。